はい、エルカチャンネルのショウです。ショウです。今回もまたコウ君に手伝ってもらって一緒にやっていきたいと思います。今回はですね、スマホのアプリを紹介したいと思います。こちらドクターマリオです。任天堂と LINE が、コラボしまして、懐かしさと一緒でやってみたいなと思います。っていうのもですね、小学生になったかな、なってないかな、ちょっと分かんないけど、そのくらいの時にですね、このドクターマリオっていうゲームがですね、ファミコンだったと思うんですけど、あったんですよ。で、うちにですね、それがありまして、マリオですよ、言ってもマリオ。マリオ、マリオ、ね。スーパーマリオですよ。あの横スクロールですよ。横ね。はい。あのピョン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 やっていくじゃないですか。で、あのマリオをやってるから、あ、マリオの新しいゲームだと、その、そうね。あのドクターマリオの意味さえ分からずに、分からないね。ただマリオっていう単語だけに食いついてしまってやるじゃないですか。まあ子供心にやられたですね、あれは。あのびっくり。だってパズルだよ、パズル。パズルだね。もう俺らはちょっとパズルが苦手なジャンルだよね、どちらかというと。まあまあね、テトリスみたいにさ、上からあのあれ薬のカプセルがさ、はいはいはい、そうそうそう、落ちてくるね、うん、ただそれを延々と消していくっていうね、うんうん、いやいや子供こういうのがしたいんじゃないんだよと。そうだよね。あれはね、だって言ってもファミコンのソフトって新品だとだって1万ぐらいしたんだよ。1万ぐらいだね、その時はね。ね、うん、あれはなんかもうそっとこう箱に戻して直した記憶しかないの、うん、っていうイメージで、イメージはね、思い出だ、思い出はね、まあ、うん、いい思い出だ、本当。で今回ですね、そのスマホのアプリにドクターマリオ復活しました。でちょっとやってるんですけど、子どもの頃よりかは楽しい。まあ楽しいです。とりあえずちょっとやってみたいと思います。で、LINE のパズルゲームって言ったらつむつむとかあるじゃないですか。あんなイメージをしてると大間違い。で、昔のやつは上から落ちていくと。あ、本当だね、そう、下からだね。そう、下から。それもあ、でも音楽は一緒だわ。こんな感じでやっていきます。へえ。で、やってる分には面白いんですけど、うん、クリアした。全然昔のと違う。そう、全然今風にはなってるんだけど、うん、違えた。でですね、今回のはやっぱり一人で遊ぶようではだけでは終わりません。なるほど、はい、VS モードね。そういうことです、うんうん、ここに VS モードとあります、うん、これでその LINE の友達、同じドクターマリオをしてる LINE の友達同士でも戦えるんですけど、ほう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 、全然知らない人とも戦えますというのがいいですか。こう下見てください。フレンドとバトルっていうのと、バトルっていうのがあると思います。ほうほうほう、本当だ。で、
こっちのフレンドとバトルの場合はそのさっき言ったその LINE の中で一緒にやってる人と戦えるんですけど、今度もう一個のバトルの方は本当知らない人と戦います。勝手にマッチングしてくれるわ。そう、マッチングして、でこうやって戦います。こっちのちっちゃい画面の方が相手ですね。対戦の時はですね、あのテトリスとかでよくあるあのお邪魔虫的なやつ、あの上がほらなんか重りみたいなのがドーンってあれが出ます。勝った勝った勝ったよ。結構あの押されていたような気がしますけど、なんとか勝ちました。はい、そういう感じ。なので、あの一人でするよりかは友達とか知らない人と戦った方が面白いかも。ただ、慣れないとちょっと考えちゃうかな。結構面白いと思います、みんなですればね。で、これするときにですね、あの周りにもこれ送ったんですよ。誰一人参加してくれないかったからですね、ね、意外にね、ね、なかなかね、寂しいよ。あれ、でも今日ね、やってみて、あの、まあ、楽しさが分かるよね。あのやってるの見たら少しは考えてくれるかな。考える。ただ最初のチュートリアルが本気で長いからね。そこが正念場で。まあそういうことで今回の動画はここまでです。終わり。はい。俺にかかってこい。